今日ね、みかん町をお散歩してたら面白いだったの。どんな風に？走りながらファミマ、ファイト、ファイオーって。なぜ？あゆなさんはまだ起きてるですか？まだ全然余裕で起きてるです。やらなきゃいけないことがあるなら桃たちも手伝うよ。全然大丈夫。お腹グーグーなら夜食を作るです。一緒に作ってくれるん？え、一緒にっていうか、もしかして猫だけで？寝るまで桃たちも起きてるからね。ありがとう。でもまあ君たちは夜行性だからね。あゆなさん、多分今からの方が元気なんじゃないかと思うけれども。楽しい、あ、幸せ、幸せなのよ。相変わらず可愛い服装だな。たくさん一緒にいられたらいいね。いいな。ちょっとでも長く一緒にいたいです。ボーイッシュな感じとガーリーな感じ。よし、ということってどうしよっかな。とりあえずガーデニング、あ、でも遊びを先にしておこうか。水が足りなかったらあれだから。あれだから。よし、カルタで行こう。1回戦です。ほいほい。これすごい。うなぎ。うさぎと間違えるところだった。2回戦だよ。はい、来い。はい、お隣さん。マジで顔の、ちょっと待って。はっ、びっくりです。よし、ふう、とりあえず差をつけれた、よかった。3回戦です。はい、憧れの、早い早いよ。早いです。よし、おでか、はい、はい、よし、早いです。変人、その顔。言葉を覚えてやりたいな。いろいろと言葉を覚えてこう。またやりましょうです。さあ、これで幸せの水も4つ溜まったし、ガーデニングをしますか。さあ、お水を。さあ、今回新しい植物はできるかな。お、エピソードが追加された。ん？今なんか成長した？お、咲いた咲いた。お、何あれ？右下のやつ何？アイスみたいなの咲いたけど。はい、これは？カーネーション。少ない方の確率のはできなかった。これはシクラメン？イエーイ。これ何？これめっちゃ可愛いんだけど。これアイスだよね。ほら、アイスキャンディーの花めっちゃ可愛い。新しく登録されたよ。そしてガーベラ？カモミールだった。あれ、前も間違えんかったっけ私。あ、50-50になったね。パンジー、これも新しいやつね。カラフルでよき。さあ、それじゃあ植えていきますか。お、それ金のイチゴじゃない？さあ、ここに丸い種を。そしてちょっとここ1個鉢を変えようかな。とりあえずこの新しい鉢、モダン鉢を。はい、よし、これで全て違う種類の鉢やね。あ、これ 5% のやつが咲いたんや。え、めっちゃ嬉しい。やったね。はい、じゃあここに星の種。そして、二人もなんかいろいろ植えよるね。これ50-50、あー、星がない。さっきの。さっきの、はい、トゲトゲの種。もう一個は、こ
こ四角いたね。オッケー。あとは、丸いたね3個と、星の種あるじゃねえか。まあこれで。じゃあちょっとご飯を食べますか。これ新しいのはメンチカツを2回作ったら OK なんか。ん？メンチカツは今までに作った私。メンチカ、あ、ないね。こっちはカレーを2回。これはビーフシチューですね。カレーはないのか。ビーフシチューを2回。はい。じゃあビーフシチュー。もう1回作ろう。連打で素早く切りましょう。よし、来い。ほんとだ。てて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 て。これで何が作れるようになるかな。上手です。トントンです。トントントン。トントントン。すごいすごい。ありがとう。上手です。今の切り方で4等分にできるのか。順番にボタンを押して混ぜましょう。よし、来い。ぐるぐる。XA、XB。混ぜ混ぜです。A、Y、X。Y、B、Y、A、Y、X、Y、A。お、いい感じやぞ。すごくいい感じやぞ。イエーイ。っていうか、ハードの人参かわいい。できるようになりたい。はい、どうぞ。いただきます。いいね、かわいい。ごちそうさまでした。はい。さあ、これで新しく何かが作れるようになったはず。この頃、なんだフルなことがいっぱい。なになに、幸せそうね。あゆなさんが猫たちのやりたいことをできるようにしてくれてるからです。いろいろできるようになったら楽しいもんね。ありがとうの気持ちを伝えたくて。なになに、これを作ってみたです。お、プレゼント、手作り。お揃いのミサンガをもらいました。かわいいって器用だな。中学生くらいの時になんか女子とか休み時間にミサンガ作りよる子めっちゃおった。特にあの体育大会前とか。作ったのわえ、お揃いかわいい。猫とお揃い、猫とお揃いか、嫌そうだな。かわいい。ありがとうです。動画でなんか体育大会前とかに女子がみんなこう休み時間とかにミサンガを作って、で女子分男子分全員分作って配るみたいな、いやそういうのあった。かわいいって動画で見て、えらいな。もらえて、あ、幸せ、幸せです。ちゃんと猫のマークもついてるしね、かわいい。お揃いの身につけるものがあったらね。うんうん。いつも、あゆなさんと一緒にいるみたいな気持ちになれるかなって。かわいいな。そんな風に思いながら、ミサンガ作り、頑張ったです。あれなの？二人で作ったの？気持ちがすごい、器用だ。よかったら、つけてくださいです。あ、もうぜひぜひつけるよ。はい、それじゃあエピソードを見てこう。はい、今回のエピソードは？今日ね、みかん町をお散歩してたら面白いだったの。どんな風に？走りながらファミマ、ファイト、ファイオーってなぜ言ってる人たちがいたです。あ、なるほどね。ミルクたちが言ってたわけではないのね。あれ、みんなの合言葉みたいでなんだフルだと思ったのよ。みんなで使える合言葉、猫たちも欲しいの。みんなで使える合言葉、合言葉を言いながらレジャーしたり、どんなレジャー？楽しそうです。スポーツはまあわかる気がするけど、合言葉ちょっと考えたの。この中だったらどれがいいかな。ふんふん。猫のお腹柔らかい、煮干しかつぶしひつまぶし、山川谷、お日様は月様はお星様、煮干しかつぶしひつまぶしでいいんじゃない。煮干しかつぶし、ちょっと言いづらそうな感じするけど ね。じゃあ桃が煮干しって言うね。ふん、煮干し担当。
かつぶしって言うです。ほう、あゆなさんはひつまぶしって言ってね。了解。せーの、煮干し、かつぶし、ひつまぶし。やった、合言葉大成功。間違えるところだった家族の合言葉です。うんうん、いいね。みんなの合言葉できて、あ、幸せ幸せ。これで例えばこうよくわからんような暗闇とかでなんかこう家族のふりをされてもわかるわけやね。今日は猫たちが考えたけど、あゆなさんがいいなって思う合言葉思いついたら教えてね。了解。楽しみです。はい、それじゃあちょっと釣りに出かけようかな。お魚ハンター山、山へ。さあ釣りますか。さあ来いよ。今です。はい、来い来い。なになに、ヤマメニュー。やったね。さあこれであと一種類。よし来い。今です。はい、どうや。すごいです。ヤマメヤマメ、もう一種類が欲しいぞ。私はこれかコンペイトーかしかないけんね。さあ来い。食いついてます。はい、お、ぴったり。どうよ。すごいです。ヤマメヤマメだらけじゃねえか。私はあの魚が欲しいんです。食いついてる。ほい、おやったです。ヤマメだらけじゃないめっちゃ釣れるんやけど。どうした。く、あーもうこれ最後の一個。ほいや、食いついてる。最後です。はい、どう。ブラックバス、最後だったのに。最後だったのに。さあ、辛い。くそー、じゃあちょっと、コンペイトーで。来い。今だ。はい。さあ、どうや。10点。金のブラックバス、おー、ニューやニュー、いいね、いいね。違う。さあ、あと2種類。来い。今です。はい。どうよ。どうすか。金のブラックバス。なかなかね、なかなか狙ったものは釣れないっすね。まあ、まずコンペイトーで釣れるんかって話やけどね。現実的に考えれば。ちょっと過ぎたよ。どう。やったです。金のアロワナ、まあ星の数はすごいんだけどもね星の数はすごいけど狙ってるものではないんだな。今です。あー早すぎた。どう。3回に分けたけど金のピラニア。はい、新しいの。しかも星の数もすごいよ。あと1種類。ここは全部金なんやね。さごい。食いついてる。はい、どうよ。やった。金のアロワナだ。金のアロワナと金のピラニアが同じ星の数ってことかな。お、お魚ハンターレベルがアップしたので大きな魚が釣れるようになりました。やったね。じゃあもしかしたらさっきまでは釣れなかった可能性が違う、あるんじゃなかろうか。さあ来い。間違えた普通に間違えた。さあ来い。食いついてる。はい、どうや。10点。おー、金の鮭。これで、あー、やったー。これで揃ったよ。
これでコンペイトーで釣れる魚は制覇したね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあこれでとりあえずコンペイトーで釣れる山の魚はクリアしたけん、それ以外もどんどん制覇していきたいと思います。